魚は何ですか？あなたは魚を知っていますか？魚は恐竜よりも長く4億5000万年以上地球上に存在しています。世界には2万5000種類以上の魚がいます。また、毎年新種の魚が発見されています。魚は水中に住む水生脊椎動物で冷血動物です。つまり、体温は周囲とほぼ同じです。体温を発生させないため、魚は自分に適した水を見つけてとどまらなければなりません。魚はエラと呼ばれる特別な器官を使って呼吸します。エラは周囲の水から酸素を抽出します。魚は世界中の湖、川、海に生息しています。淡水に住む魚もいれば、塩水に住む魚もいます。藻類などの植物しか食べない、草食動物もいます。一部の魚は肉食で、魚やエビなどの肉しか食べません。魚の流線型の形状は、水の中を移動するのに役立ちます。また、水は魚を浮くのにも役立ちます。多くの種は、浮き袋のガス量を増減することで、水中での体重を軽くしたり、重くしたりできます。魚は、両側の筋肉を交互に収縮させることによって、泳ぎます。これにより、尾が動き、魚を前進させます。小さいフィンは、前後の動きを助け、安定性と操縦性を提供し、魚が泳ぐのを助けます。魚のマーキングはカモフラージュとしてよく使われます。例えば、岩や雑草の近くで見られる魚は、多くの場合、側面に斑点や縞模様があります。多くの魚は、上部が黒く、下部が明るいため、上から見た場合でも下から見た場合でも目立ちません。ほとんどの魚は、鱗で覆われ、皮膚に埋め込まれ、重なり合った列に配置されています。鱗は、マンボウのように厚くて硬い場合もあれば、マスの場合のように非常に小さい場合もあります。鱗は通常、水の中を泳ぐのを助けるために、粘液の層で覆われています。ナマズは、鱗ではなく硬い皮を持っています。木の年輪が木の年齢を明らかにするのと同じように、鱗の成長マークは、魚の年齢を明らかにします。ほとんどの魚の寿命は、約4から6年ですが、中には10年以上生きる魚もいます。魚は年を取るにつれて、長さと胴回りが成長し続けます。多くの魚は、群れで泳ぎますが、祭事の機会が訪れると、単独の魚が、祭事に集中することがあります。餌を求めて絶えず歩き回る魚もいれば、生息域の近くに留まり、待ち伏せするのに、十分な餌が近づいてくるのを待つことを好む魚もいます。魚はしばしば餌場と休息地の間で、定期的な毎日の移動、夏と冬の生息地の間の季節的な移動、および伝統的な産卵場所への年次移動を行います。多くの異なる魚種が産卵のために長距離を移動します。産卵イベントは魚を集中させ、見つけやすく、捕まえやすくします。魚には健康的な環境が必要であり、基本的な魚の生息地には、食物、避難所、良好な水質が含まれます。魚は、背中よりも深くない水中にいることもあれば、計り知れない深さまで泳ぐこともあります。それぞれの種類の魚は、異なる場所に生息し、一年の異なる時期に異なる食物を食べます。人々が骨のフックを使用して以来、釣り人は、魚がどこにいるかの複雑さに苦労してきました。絶対的なものはまだありませんが、魚がどこにいるかについての非常に信頼できる指標を見つけました。魚がどこにいるかについてのヒントを得るために、これらの小川や池を調べてください。食物。魚は、餌が豊富なところに集まる傾向があります。小さな魚や他の獲物の群れは、それらを食べるために大きな魚を引きつけます。魚は、昆虫の孵化やカエルの移動など、多くの祭事機会を利用しています。小魚の活動の兆候は、釣りのホットスポットにつながる可能性があります。浮上した小さな魚は、大きな魚から逃げようとすることがよくあります。浅瀬に小さな魚がたくさんいるということは、大きな魚が後で餌を食べに来ることを意味するかも
しれません。カバー。魚はカバーを使って捕食者から逃れ、獲物を待ち伏せします。ほとんどの時間をシェルターで過ごす魚もいれば、カバーから餌場に移動する魚もいます。カバーは、魚を隠したり保護したりするものとして大まかに定義できます。水生植物、桟橋、茂み、岩、丸太はすべて覆いを提供でき、張り出した木、崖、または水泳用のプラットフォームは、他の魚、略奪する鳥、及び人間から魚を隠すことができます。被り物が多く見られます。水生植物が海岸に沿って生育し、倒れた木が水の上に傾斜し、ボートドックと水泳用プラットフォームが湖を囲み、餌の丸太が水面から突き出ており、緩い岩がしばしば海岸線に並んでいます。覆いの多くは目に見えません。多くの湖や川の底には、水没した岩や沈んだ丸太が見られ、釣り人が魚を引き寄せるために置いた小枝、低木、放棄されたクリスマスツリーも見られます。私の米国の YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。